この写真は幽霊の出るスタンリーホテルに滞在していた夫婦が撮影したものです。過去にもですね、たくさんこのスタンリーホテルの心霊写真っていうのを紹介しているんですけれども、これは部屋に入るときに廊下の正面に設置してある鏡を撮ったものなんですね。私は今まで鏡の中に幽霊が映り込んだ心霊写真っていうのを数多く紹介しています。また撮影をしていた夫はこの階にいるのは妻と私だけだったとコメントをしているんですね。写真を撮るときにはこの黒い影はなかったそうなんですが、写真ができてみると妻とその隣に寄り添うような影が映っていたんです。このスタンリーホテルはですね、スティーブン・キング監督の映画シャイニング、ご存知だと思うんですが、この映画の舞台となったホテルで、とても多くの怪奇現象が見られる場所として有名になっています。この写真はイギリスのエイボンの町のブラッドフォードに来ていたカップルが撮影したものなんです。サイモン・フィリップさんは日帰り旅行中に歴史的建造物のブリッジティールームの前でガールフレンドのアリー・ビッカーズさんの写真を撮りました。この建物は16世紀に建てられたカフェで、小さいながら名店と言われるティールームなんですね。しかしとても怖いものが映り込んでしまったんです。2階の窓の近くに女性が立ってこちらを見ているのがわかります。その服装の様子からはビクトリア朝の女性の幽霊だと思われるんですね。この喫茶店の所有者であるアリソンさんは、彼女は私たちが通常ケーキとかスコーンを作る2階に立っている、しかしその日は彼女に似たスタッフはいませんでしたとコメントしています。このアリソンさんは53歳の女性なんですね。そしてその日働いていたスタッフは自分自身とタイ人のシェフのナット・ポパさん24歳、そしてイギリス人のブレンダ・マシューズさん62歳だけだったと証言しています。この写真は1973年にロシア旧ソ連の田舎の町で撮られた写真なんですね。詳しい場所は判明してないんです。2階の屋根の部分からこちらを見ている半透明の男の姿がありますね。その男の姿が大きさが異常に大きすぎることから、これは人ではないと言われている心霊写真なんです。仮に屋根裏部屋がこの場所にあったとしても、上半身だけがこのように映るのはとても不自然なんですね。この写真は1975年頃に撮影されたと思われる心霊写真なんですね。鏡の中の男性は顔を上げているのに、実際の男性は顔を洗っているんです。このような心霊写真は実は大変多く存在するんですね。私も過去の動画の中にこれとよく似たものをたくさん上げています。鏡の中のものが幽霊だったり、または幽体離脱している様子が映ったりと、いろんなケースがあるようなんですね。人間だけではなく動物にもあります。これはおそらく鏡の中の男性は幽霊ではないかと思うんですね。青いタオルもありません。とても不気味な一枚です。これはアメリカではとても有名な心霊写真です。1950年頃に国立公園専属の写真家だったアビー・ローさんっていう方がホワイトハウスを改造している様子を撮った写真なんですね。これは暗殺されたリンカーンが
写っていると言われています。リンカーンは11歳の息子のビリー君が死んでしまってからうつ病のようになって引きこもることが多くなりました。そして亡くなったウィリー君と霊的な連絡を取ることを望んで超自然の世界に傾倒していったんですね。そしてその矢先の1865年に暗殺されて一生を終えました。彼の霊魂はまだホワイトハウスにいると言われています。大統領や招かれた客はリンカーンのベッドルームで彼の亡霊を目撃したことがあると言われていますし、バラク・オラマとミシェル夫人、この二人もまた深夜に奇妙な音が聞こえたと報告しています。この写真は1967年にカーリンハウの自宅の裏庭でハリー・ダックさんという方が撮影したものなんです。自分の息子のニール君と愛犬の写真を撮りました。するとこのようにニール君のそばに寄り添うような老婆の幽霊が映り込んでいたんです。まるで孫に寄り添う祖母のように見えるんですが、二人はこの老婆は知らない、見たことないと証言をしています。この写真はジャニスさんという女性の方が投稿したものなんです。自分のおばあちゃんを撮影したんですけれども、この写真にはおばあちゃんの後ろに現れた女性の頭の幽霊が映り込んでいたんですね。色が茶色なんです。何かの反射でこのように映ったとすれば、おばあちゃんの前にも光があるはずなんですけれども、この影はおばあちゃんの後ろにすべて収まっているんですね。しかも目があるんですが、その目はおばあちゃんの方をずっと見つめています。これはですね、このおばあちゃんに取り付いている霊体が現れたのかもしれません。